カンボジアマスです、今日はカンボジアナンバープレイヤーの、カン・ソポワン選手と一緒にランナーをしていきたいと思います。じゃあ、やっていきたいと思います。まずは、ショートラリーからやっていきたいと思います。ショートラリーでは、縦面でスイングすることと、腰の回転を使って打つことを意識してやってみました。ショートラリーが苦手な人は、ラケット操作が大きくなっている可能性があるので、ラケットの重さだけでスイングすることを意識してみてください。僕がランダで意識していることは全部で3つあります。1つ目は試合で打つレベルのパワーで打つことです。試合で使わないのに思いっきり打ったり、ストレス発散のために打ってもあんまり練習にならないので、ここでは試合で打つレベルのパワーでしか打たないようにしています。2つ目はコースや深さを正確に狙うことです。ランダはよくウォーミングアップのためだけにやる人も多いと思うんですけど、コースの幅を狙って打ったりだとか、深さを狙うことでより意味のある練習にすることができるので、ぜひ参考にしてみてください。3つ目はロビングをランダの中に混ぜることです。よく難しいボールとか力任せに打ったりしてしまう人もいると思うんですけど、試合を少しでも意識するのであれば、相手がいいボールを打ったり深いボールを打ってきた時にはロブでしのぐということもしてみると、試合を意識した練習にすることができます。
つの体力が限界に達したのでランダを終わりたいと思います。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いします。今日もご視聴ありがとうございました。バイバーイ。